皆さんおはようございます。弱小底辺 YouTuber のぶっちゃけ丸です。ということでね、本日なんですけども、市川猿之助さんですねの、ご両親がね、もうお亡くなりになってしまったっていうね、痛ましいね、事件なのか事故なのかということになるんですけども、今ね、ご本人様はもうね、退院なさってるのかなということでね、どうでしょうか、非常にこう原因が何だったのかってことは今でもね、いろいろ調べてる最中だとは思うんですけども、亡くなった原因に関してですね、司法解剖の結果なんですけども、どうもね、向精神薬中毒という、ね、ことがね、そういう、ことが原因じゃないかっていうのがね、ニュースで報道されてますので、こういうのについて少しね、お話ししてみたいなというふうに思います。向精神薬っていうのはね、いろいろあるんですけども、一番、ポピュラーっていうとあれですけども、多いのが、いわゆるこう睡眠導入剤っていうのがね、あると思います。いろいろ他にもね、抗不安薬とかもあるんですけどもね。で、こちらの方が、おそらくですけども司法解剖の際に血中の濃度を測ったのかなと思うんですよね。そういった 薬物のね、成分がね、一定濃度以上あったということでね、死因の方のね、医者検案書に書かれたのかなと思うんですけども、これは普通に考えたら、自分で服薬したのかなっていうふうに見るのが普通だと思います。で、今の、本当にね、抗精神薬、特に医療で使われているものなんかですとね、その ED、TD、LD、50% みたいなものを考えたときにはね、相当な量飲まないと、そういった 50% の治療とかには至らないですよなんていうのはね、言われてるんですけども、これもね、実はケースバイケースっていうのがあるんですね。私最初に考えたのが、もしかしたらですけど、大量服薬を、例えばアルコールと一緒になんか摂取なんかするとですね、嘔吐してですね、それがね、今度は気管の方に詰まって、窒息っていうこともね、考えられるんですけども、どうも、そういうのは原因がね、嘔吐物による窒息になるんで、そういった意味じゃ違うのかなっていうふうに考えると、私の考察では、やっぱりこう、致命的な呼吸抑制っていうのが起きたのかなっていうふうに考えられます。例えば、普通の量でね、そこまで起きるのかっていうと、当然起きないわけなんですけども、例えばですけども、ベンゾジアゼピン系とかね、いわゆるデパースとか言われてるやつなんかそれに入るんですけども、こういったものが、じゃあ、抗不安薬ですよ、これはね、睡眠導入剤ですよなんて感じでね、同じ系統の薬をね、名前が違うっていうことでね、例えばですけども2種類3種類ね、同時に飲まざるを得なくなってしまうというかね、飲むように言われてしまうなんていうと、やっぱりちょっとね、量が多いんじゃないかっていうのが当然ありますし、あとですね、飲み方もですね、飲む人によってなんですけども、ちょっと所定の用法用量ではちょっとなんか寝つけないななんていうとね、自己判断でちょっとそれをね、倍飲んでみたりなんてこともね、してみると、当然ですけど寝落ちしやすいっていうのもあるんですけど、この意識がね、落ちやすいっていうことなんですけども、その場合でも普通は寝て起きたら戻るっていうのが普通ですよね。ただこれがですね、実はなんですけど、高齢になってくると、その血中の濃度っていうのがね、要はある経口摂取した薬なんかはですね、当然ですけど、腸で吸収されたりして、血中を流れていくと、当然肝臓の方に最初にね、この解毒を受けるわけですよ。で、解毒されて、残った分、
がですね、まあ薬効として働くということでね、肝臓で分解されてなお残る量、これに関してまあ十分な効果があるというふうにね、それでまあ量とか決めるんですけど、これになってきますとね、この分解する能力が落ちてくるんで、まあ、想定以上にね、まあ血液のこう濃度が高い状態維持されてしまいますよと。ましてですけども、まあ、オーバードーズでね、まあ、普通に処方されている量のね、まあ、10倍とかね、20倍、30倍とかなってきますとね、まあ、高齢の人ほどね、もしかしたら、まあ、そういう解毒の方がね、まあ、うまくできずにですね、まあ、呼吸抑制までね、起こってしまうほどの、まあ、いわゆる中毒症状ですね、が出てしまったんじゃないかなと。まあね、薬っていうのは、薬効が出るまでどのぐらいの濃度っていうのがあってね、その後に中毒、それをもっと増やしていくと中毒症状が出るまでどのぐらいの濃度ということで、それにさらにどん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 ね、薬の量を増やしていくと、今度はね、まあ、亡くなってしまう人がね、どのぐらいの量ですかということでね、それぞれそのね、50% のね、薬効中毒致死ということでね、まあ、グラフとしてこう出てくるんですけどもね、まあ、そういうふうに考えると基本的にはその、まあ、幅が広いんで、そこまでね致死的になるっていうのは、まあ、多いとは思えないんですけど、でもね、実は、結構こういうことがありますよと。ましてね、高齢ですからなおさらだと思うんですよね。ですので同じ薬を同じ量を飲んだとしても、もしかしたらですけども、猿之助さんは年齢が若かったということでね、意識は朦朧としながらもね、解毒を十分して、まあ、あるいは病院に行ってね、胃洗浄とか受けたかもしれませんけどもね、ここちょっとよくわかんないんでね、どんな治療を受けたかというのはね、ただ、翌日すぐに退院パッとできなかったみたいなところがあると、まあ、薬の、まあ、作用というのは結構残ってたのかなと思うと、かなりの量飲んだのかなというふうにもね考えられますし、まあ、この辺に関してはね、おいおい、例えばご本人様からのね、説明とかそういったものもね出てくるのかなと思うんですけども、まあ呼吸抑制が起きてしまうっていうのはね、本当に非常に致命的で、マイケル・ジャクソンさんなんかもね、プロポフォールですか、まあ、あれのせいで、まあ、強い呼吸抑制が起きてね亡くなってしまったんじゃないかって言われてますけども、まあ、すぐにね気管挿管してね、まあ、いわゆるこう手でねこうバルーンを押してね、空気をね、ルームエアをね入れてあげるとか、まあ、人工呼吸器つなぐとかっていう処置をしなければ、まあそうですね、呼吸止まってしまうわけですから、まあ、15分もあったらもうちょっと不可逆的な感じでね、もう脳の方が特にもう、機能不全を起こしてしまいますんで、まあ、そう考えるとね、今回の、まあまあ、自ら命を絶とうっていうことと、実際起きてること、そしてまあその、まあ、司法解剖した時のね死因の特定みたいなものを考えたら、事件性があるかっていうとちょっとはないのかなっていうのが、まあ、はっきりこう私なんかはね思うんですけども、そこもね、なかなか一般の人に伺い知れないいろんな複雑な事情があるのかもしれませんからね。ただやっぱり、まあそういう意味ではやっぱり向精神薬の中毒っていうのがね、まあ本当にこう死になってしまいましたってことを考えた時には、やっぱオーバードーズによる呼吸抑制っていうふうに考えるのが一般的かと思いまして、まあ数少ない情報の中ですけどもね、ぶっちゃけ丸なりに考察して、まあ一応そういったね、まあ一定の結論が出るかなということをね、皆さんと情報共有したくてですね、一本動画作らせてもらいました。まあ、この件に関してはね、事件だ事故だ、まあ、いろんな説があると思うんですけども、今回今まで分かっているだけの情報ですけども、まあ、こんな感じかなということでね、もしまた何かね変わったような情報がどんどん入ってくるようであればね、改めて動画作ってみたいと思います。本日も動画のご視聴いただきましてありがとうございました。失礼します。